戦争完了しました。情報だと確かこの辺りなんだけど。あ、キルアだ。ゴンなのか。やっと会えた。ゴン、隣のやつは誰だ。今一緒に戦ってる仲間なんだ。仲間、紹介するよ。俺の親友ヒルア。ゴン、少し離れててくれ。こいつに話がある。どうしたんだよキルア。まさかキルアもキューブに操られて。キルア。悪い悪い、お前は俺の知ってる本物のゴンなんだな。何言ってんだよ、そんなの当たり前じゃん。だろうな。戦って分かったよ。どういうこと。俺ここに来たばかりの頃、お前に襲われたんだよ。え、それってまさか。ああ、お前の偽物だろうな。こいつヒソカと手を組んでたぜ。ヒソカと。そのヒソカも偽物だったの。どうかな。そっか、キルア、きっとキルアがあったのはレプリカだと思う。俺たちが今戦っている敵、そいつらが作った偽物なんだ。なるほど、そういうことか。疑って悪かったな、ゴン。もういいよ。ここが俺たちの基地、アンブラスベースだよ。へえ、かっこいいじゃん。で、ヒソカのやつはいないのか。あ、そういえばきっとそのうち出てくるんじゃないかな。だといいけどな。さっきも話したけど、お前のレプリカと一緒にいたヒソカ、あいつが本物だったのかどうかはっきりしないうちは油断できないぜ。うん、そうだね。お、なんだおめえか。ん、いやー、留守番ばっかだと体がなまっちまってよ。トランクスのやつが、オラリーダーなんで、ここでじっとしておくのも大事な仕事だって言うんだけんどよ、叩けたくてうずうずしちまってよ。長官からの通信です。どうした。悟空と一緒か。メキシコ地域で J フォースがベノムズと交戦中だ。至急救援へ向かってくれ。よし、いよいよオラの出番だな。いや、悟空には別のミッションを頼みたい。行くぞ、ついてこい。おい、待て。はあ、いろいろと頼んだぞ。お前、レプリカだろ。助けに来たぞ。悟空のおっさんか、悪いな。こいつは本物なんか。いや、こいつは偽物だ。本物のトグロはこんなもんじゃねえよ。そんなにすんげえやつなんか。一度戦ってみてえな。悟空のおっさんらしいな。でもまずは目の前のこいつをぶっ倒さねえと。そうだな、ユースケ、行くぞ。偽物なにタグなやつだったな。驚いたぞ。悟空のおっさん、まだいけるか。あ、もちろんだ。なんだあれ。あぶねえ。レイガン。ユスケ、クソワーク。
と人の心配してる場合じゃねえみてえだな。まだいけるだろ悟空のおっさん。あ、もちろんだ。おやおや、あなたはレプリカたちには孫悟空を孤立させるように言っておいたのですが。ままならないものだ。まあいいでしょう。あなたとは以前お会いした気もしますが、再会の挨拶は不要ですね。君ではどうあがいても私たちにはかなわない。抵抗は無意味だ。生かしておけば使い道もあろうが、私の存在がJフォースに露見するのもいささか都合が悪い。ではアイゼンさん、共闘と行きましょう。もっとも戦いと言えるものになるかは疑問ですが。さあ楽しい宴を始めましょうか。これは意外ですね。虫けらと思っていましたが、多少は成長したようだ。ですがその程度ではね。大丈夫か。あなたは確かガーラとかいう。行くぞ。せっかちですね。では行きますよ。これほどとは。なるほど、君たちの実力は分かった。フリーザ、時間だ。これくらいでいい気になるなよ。大丈夫か。おや、皆さんお揃いで。残念ですが今日のところはここまでです。フリーザ、次こそはおめえを倒す。そうですか、それは楽しみです。ではごきげんよう、Jフォースの皆さん。大丈夫か。おめえ本当に強くなったな。あのフリーザと戦ったんだろ。ナイスガッツだぜ。敵の動きも気になるが、一旦アンブラスベースに戻った方がいいだろう。久しぶりに暴れたら腹も減っちまったしな。目障りな連中、特にあの脅威になる前に排除した方が良さそう。そう心配するな。やつはただの元人間だ。この俺とは違う。自らを善だと信じていたはず。正義や希望などといったくだらない言葉にすがる弱者たち、お前たちに教えてやる。頂に立つ強者こそ善悪を定めることができるのだ。この鬼キスブックで俺は世界を作り変えてやる。みんな集まったようだ。すでにみんなも気づいていると思うが、ベノムズの影で目立ってはいなかったジャンプ世界から現れる敵の動きが活発になってきた。メキシコ地域ではあのフリーザがアイゼンと名乗る男と共闘していた。それは本当か。アイゼンは君たちと同じ世界のもののようだな。ああ、アイゼンのやつ何を企んでやがるんだ。
彼らが共闘している目的はわからない。だがレプリカを利用していたことから考えて、ベノムズの指揮官カインと関係しているかもしれない。カインって言えば、あの姉ちゃんが持っていた黒い本はどうだったんだ？あの本についてはまだ解析中だ。はっきりしたことは言えんが、現実世界、ジャンプ世界、どちらのものでもないことは分かった。本を持っていたアンジェラの回復を待つ必要がある。彼女の記憶が黒い本の謎を解く手がかりになるかもしれない。彼女のケアはこの俺に任せてくれ。三時の飯を食えばすぐに元気になんだろ。いずれにしろ、あの黒い本の力について知るには情報が足りない。引き続きみんなにはベノムズの動向に注意してもらいたい。各地から救援要請が続々と届いています。早速来たってばよ。俺たちの力見せると決めていたな。お前ら行くぞ。リュウク、よせ。驚かせてすまない。こいつはリュウク。見た目はこんなだが、危害を加えるようなことはしない。リュウクのことは気にしないでくれ。君に声をかけたのは他でもない、あのアンジェラという女のことだ。彼女を救出したメンバーの中に君がいたと聞いた。何か話を聞いていないか。どんな些細なことでもいい。あの女が持っていた本にはきっと重大な秘密が隠されているはずだ。よう、どうかしたのか。何でもないですよ。少し聞きたいことがあっただけなので。アンジェラのことか。そんな名が聞こえたが。ええ、ベースキャンプ内では話題の女性ですからね。それじゃあ僕はそろそろ。呼び止めて悪かったね。転送完了しました。この程度の手勢、俺が出るまでもなかったな。邪魔するな。何やってんだ俺は。まさかキューブに操られていたのか。俺としたことが。世話かけたな。礼を言うぞ。これからどうする。一旦ベースキャンプに戻って報告だ。ピッコロとイチゴまでがコズミックキューブに操られたと。突然自分が自分ではなくなった。すまない。ピッコロ、おめえらだけじゃねえ。実はオラとチームを組んだ仲間にも同じことが起こったんだ。そいつは元は現実世界の人間だったやつだ。悟空のおっちゃんのところでもか。おめえのとこもなんか。ルフィ、おめえはどうだ。俺のところはねえぞ。そっか。同じタイミングに複数の場所でキューブに操られる事案が起きている。カインが黒い本を使ってコズミックキューブに自らの悪意を注ぎ込んでいると思ったが、カインの他にも黒い本を持つ者がいるのかもしれない。そういえばナメック星で見たあの女。以前報告を受けた女のことか。確かに考えられるな。推測の息を出ないが、黒い本は複数存在し、それを持つ者も複数いるということかもしれない。この件は私の方で調査を進める。みんなも十分注意してくれ。
や、安心してくれ。僕は何者にも操られていないから。君は間近で見たんだろう。仲間たちが何かに操られたところを。僕は今回の件の原因がベースキャンプにいるある人物にあると睨んでいる。初めて会った時に言った通り、僕は強靭な肉体も凄まじいパワーも備えてはいない。ただ頭を使うのは得意でね。恐ろしくってのは余計だよ、リュウ君。そういうわけで君にも協力を頼みたい。そうか、協力してくれるか。助かるよ。それじゃあまずはルフィたちから情報を集めてきてほしい。